ニュースでは、川口の外国人の人口割合が 7.3% ですかね、はい。今東京はですね、この前小坂英二さんがね、うちの所属議員 のおっしゃっていたように、荒川区なんかもう 10% いってるんですよ、うん、でこれはこれでまあ問題だと。でいろんな小坂さん告発してますけれども、やっぱニューカマーの外国人がもう全然国民健康保険をその払わないとかですね、まあ、いろんな問題が起きてます、うんうん、まあ、これもだからひょっと来た人がね、3ヶ月以上のビザ持ってれば日本の国保に入れるって仕組み自体がおかしいんですけど、それずっと言い続けてるんですけど、これ改まりません。でそうすると東京でもね、実はその外国人に関しては結構地域格差ができていて、はいはい、荒川区、豊島区、新宿区っていうのはもう 10% レベルですよ、まあ、多少のデコボコはありますけれどもね、はい、で例えばですね、中央区とか千代田区っていうのはあんまり外国人多くないんです。実は結構見た感じで外国人住んでるなって雰囲気もあるんですけど、だいたい多分 5、6% 5% ぐらいだと思います、うん、それはねやっぱり高いからですよ、うん、家賃が。でその高い家賃であっても住めるってことになると、それは外国人といってもちょっと例えばその今川口で問題を起こしたりしてる人たちとはちょっと質が違うんですよね、うん、だからやっぱり百田さんも、まあ、街頭演説でもよくおっしゃってるように、やっぱ外国からの移民を受け入れるということはある一定の人数と、それからまあ内容ですよね、どういう人を入れるのかっていうことです。質と量です、うん、はい、だから日本の移民制度が質と量を全く考慮しなかったよ、うん、はい、どのぐらいの数が適正であるのかいうこと、これ誰も、学者も政府もそれは全然その算定してない、算定というかもう考慮してないし、うん、そしてどういう外国人をという、そういうその質の話は全くされてませんでしたよね。そうですね、うん、俺はね、高橋さん、この移民政策ですけど、これどういうふうに是正したらいいでしょうね。移民が入ってきた時にどうなるかっていう研究をちょっとした方がいいんじゃない。あ、そうですね、うん、でこの高橋さんがこの番組で実は移民政策を推進したところは経済的に発展してませんっていうデータを出したわけですよ。あ、なんか文句言われたんでしょ。文句言った。だから要するに なんで文句言わなきゃいけないかよく分かんないんだけどこの番組でグラフっていうか、こう点々点点と点を打ったグラフでね、でその、はい、まあ、岸田政権でも移民を受け入れた方が経済発展するんだっていう理屈でもっていろいろやってきたんだけど、それ違うよと、根本的に間違ってますよと、だってデータこうですよっていうのを出したら、この番組で、うん、文句が来たと。移民学会っていうところから文句が来たんです。移民学会いうのあるんだね。あるんですよ。どういう文句が来たんですか。活動家ですからね、みんなね、はい、だから活動家みたいな人だから、とにかく、強制が必要だとかね、そこから話が始まるからその人たちってな、だからちょっとでもその色も許さないっていうかね。なるほどね、うん、いやちょっと、ごめん、私ちょっとね言葉を訂正したいんですけど、はい、まあ先クルド人とかね、その話しましたけど、うん、ね、実際川口行っていろんな話聞いたら、全部のクルド人がありちゃうんですよ、うんうん、クルド人の一部なんですよ、うん、でもね、町の治安とかこういうのはね、一部おったら厄介なんですよ。そうですね、はい、はい、だからそのクルド人は本当にそのもう一部の、まあ非常にまあなんていうか不定なクルド人がいる。でこれがまあ一定数いる、うん、これでもいわゆるもう街が崩壊 しかねないんですよね。うん、でもそれは日本人でもそうですよね。街にギャングが一定数いたらもうダメですからね、っていう話と同じですよね。そういうことです。特定の国籍とか人種で、まあ、全てくくって悪いという話でもなくて、その中にとても悪い人たちが一定数いるととんでもないことになっちゃうと、そのコミュニティ。あともう一つだけちょっと説明しますとね、クルド人社会、川口のクルド人社会はですね、クルド人の中でもいわゆるものすごいこう貧富の差、あるいはその何ていうか上下関係めちゃめちゃあるんです、うん、だから大半のクルド人はその一部の悪いクルド人に安を突かれてるんですよ、搾取されてると。はい、でも非常に聞いたらもうちょっと今の日本では考えられないような、割と家同士のなんかこうなんていうの、軍閥じゃないけど罰ができちゃってて、そうそう、五大ファミリーがありますね。で対立があって、はい、で、かつ5つのファミリーが対立してやってるんで、ややこしい、
かつその中でこうヒエラルキーがあるという、うん、そんなことを日本に持ち込まれても困るんですけどっていう話でしかないんですけど、まさにその通りですよ、うん、これあの朝芸の記事になりましたけどね、あのなぜ、そういうところにそういう外国人が、まあ、クルド人だけや中国人でもそうなんですけど、その安い外国人労働者を求人する企業とか法人がね結構あるっちゅうんですよね、うんうん、あとね日本はね外国人が簡単に起業できすぎますよ。そうね、東京なんか、うん、東京なんか一回外国人が起業したらもう無担保で何千万があげるとか、そんなあげるとか、あの貸してあげるということ、貸してあげるという、うん、最大1500万、アホなことをいっぱい小池さんがやろうとしてましたよね。今でもこれあるのかな、はい、よくわかる。まあだから本当にね、トンチンカンな政策がこうより集まるとこういうことになってしまうという悪い例ですね、うんうん、いやでもね、この川口の問題はね、このテレビをご覧の皆さんはですね、うわ川口ってかわいそうやな言うとけど、これいつどこで新たな街で同じことが起こる可能性ものすごいいつでもあるんですよ、うん、はい、でこれが起こらないのはね、高橋さんさっき言ったみたいにものすごい土地の高いとことか、うん、はい、そういうところでは起こらないですよね、起こりにくいですよ、うん、だからね議員の先生は自分の関係ない、議員は絶対議員の先生は高いとことか奥所とか住んどるから、うん、あの全然自分らの生活に全く関係ない世界やから、うん、へとも思ってないんですよ、うん、はい、だからこの問題起こしたのはね、まあ半分は議員のせいですよこれ、うん、あのただね、先ほどその高橋さんに文句を言ってきたとされる、あえてご本人には聞かないんですけど、される移民学会というやつですけどね、はい、まあ、これあのこの移民学会の学会長という方が、まあ、外国にルーツを持つ人なんですけど、この人はこう言ってですね、私が重視したい点の一つは国際化および多言語化ですって言ってるんですよ。つまり日本が日本語だけの社会じゃなくって、もっと多言語で、いろいろできるようになればいいと言ってんですね。でですね、なんかわかんないんだけどすごく細かい話をしてて、例えばその全体制で年会費、この学会でしょうね、年会費のクレジットカード決済という海外在住者に配慮するサービスが導入されましたが、多様な属性や状況の会員にとってフレンドリーな学会になるための工夫を凝らしてもいいと思う。だってクレジットカード決済って単なる利便性の問題ですよね。多様性とかと全く何の関係もない話だし、そもそも学会っていうのは大体国境を越えてるものだから、そんなもの別にクレジットカード決済で外国の人が参加できたっていいじゃないっていう話、それとね日本の社会どうするかって話をごっちゃにしてるとかですね、あるいはこう言ってるんですよ、最近の永住者の資格取り消しを可能にしてしまう法改定、こういうものについて、これは永住者をいつでも日本から追放されていい存在に貶めてしまっていると、そう発言しました。これね、悪いことした人間はもう追放、これは当たり前の話ですよね。と思いますけどね、はい、日本国にもう本当に国益を害する、日本人の生活を脅かす人間、これはもう当然国外から出ていったもので、これは当たり前ですからね。うん、で私はね何が言いたいかというとですね、まあ、この長い学会長のメッセージっていう文章があるんですけど、うん、これを読むとこれが学会なんですかねという、私はそういう疑義を持つ、私はですよ。つまり、まあ、先は活動家って言いましたよね、なんか人のね、はい、ちょっとした感想ぐらいでしかなくて、これ学問的要素をほとんど私は感じないんですけど、その会長というのはどういう前歴の人ですか。前歴というかこの人はブラジル系の人ですね。あ、日本人じゃない、ブラジル系移民の、まあ、ご子孫といいますか、だから日本語ネイティブでもないようですね。まだ学者でも何でもないんですか。いや、わかりません、それはわかりません、どういう学歴、そういうことは全く書いてないのでちょっとわかんないんですけど、うん、だから経験にはそれ言っちゃいけませんけど、とにかくこの文章を、長い文章ですけど読むにつけ、一体これに学問的どういう要素があるのか、例えば高橋さんおっしゃったみたいに、じゃあ移民を受け入れた国が、最近の先進国で移民を受け入れた国がどれだけ経済成長してるのかだとか、そういうデータの一辺でもあればね、なるほどなということなんですけれども、全くそうじゃなくて、さっきのお気持ちの話ですね、永住者を追放できるなんてひどいわみたいな、そういう話、これは学問じゃないのでほとんど。そうですね、でまあ確かにね、アメリカなんか凄まじい移民入れてますけど、うん、はい、アメリカはもう世界最、もう世界でも有数の、うん、貧富の格差のある国ですからね。そうですね、はい、はい、
やれやれということでございます。川口っていうと、うん、私昔あの川口の隣、私東京ですからね。そうなんですか。あの板橋区って言うんだ。板橋区、ね、はい、川挟んで川口なんですよ、うん、なるほど。だから川口はね、うん、すっごくよく行ってたの。うん、川口にちょっと温泉があってね出た温泉好き、温泉が好きなんでね、うん、昔はかなりで頻度で行ってたんだけど、うん、最近行かないでしょ。行かない。もう なぜかっていうとね、うん、お客がほとんど外国人、はい、だからちょっと日本人が普通に温泉に入れるような状況じゃないんです。なんかもうルールもあんまりないでしょ、うん、温泉って一応ほら入るときルールがあるじゃん。ありますね。それなりの、はい、そういうそういうんじゃないから、うわ、もう行かなくなっちゃった。あ、私それ聞いたことある実は都内に住んでる某外国人が、はい、よく自分たちの仲間を誘って、川口だと思いますけど、埼玉のとあるところのって言ってましたから、多分それだと思うんですけど、行くって言ってました。そこは外国人ばっかりだって確かに言ってました、うん、私が行ってる時にはまあ外国人ほとんどいなかったんだけど、うん、だん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 増えてきて、それでちょっとその温泉の中の雰囲気が良くないで私は行かなくなりましたね。まあ温泉の浸かり方って自分たち ありますからね、日本人独特のね、うん、まあ、それがルールを守ってる人もいるんだけど、うん、まあみんなすごい声高に大きな声で喋ると、あ、それは嫌ですね。似た話でね、うちの嫁さんがね、うん、この間友達と一緒に福岡の温泉に行ったんですよ、はい、で、まあ、女友達何人かで、うん、で、まあ、それ当然女湯ですけど、女湯に入ろうって大浴場があるからその入って行ったら、もうね、最初にその脱衣場ありますよね、うん、脱衣場に行った瞬間にね、カッと唖然としたんですよ。でそこはね、なんでかやったら韓国からのお客さんがすっごい多かったんですけど、うんうん、まあ、福岡やからね、うん、旅行者で旅行客でしょう。で脱衣場に入ったら、はっと、もう足止まったいうのは、もうそこら中にタオルとかバスタオルとか床に投げ捨てたのいっぱい。へえ、何これと思って、ほんで私ちょっとこれ中よく浴室入るの、浴室はどんなんやろうと思って、うん、でなその友達がね、嫁さんの友達が、ちょっと私浴室見てくるわって、浴室見て行ったら、まあ浴室、まあ具体的には聞いてないけど、そのひどい状況でもちょっと入るのやめたー言うて、で結局2人はもうその大浴場に入らないで、そのまま部屋に帰ったっていう、その足を最近聞いたんですけどね。数が多くなるとね、そういうことになる。そうですよね、もう多勢に無勢っていう感じでね。数なんですよ、うんうん、だからある一定数こう言うとね、ちょっとすごい状況になるんです。そう思いますね。だから昔ね、関谷さんが言ってたんですけど、新幹線乗ってたまにね、中国人の、まあ、観光客がいると、そうすると中国ではまあ高速鉄道乗ろうが何しようがね、中国人っていうのはでっかい声でブワーって喋ったり携帯かけたりとかするんだけど、その中国人ですら日本人の同調圧力に押されて静かにこうやって座ってるのを見て、日本って素晴らしいなって思ったって彼が言ってたのが10年ぐらい前なんですよ。あ、でも今はねちょっとやっぱ変わってきてますよね。もう増えてますから、数が、そう、まあ高橋さん言ったように数なんですよ。ある一定数増えるとね、うん、それまで、じっと日本的なもののルールに合わせてたのはもう合わさなくなる。そうなんですよ、うん、この前ね、新幹線のグリーン車で着替えてましたよ外国人が普通着替えます？だってトイレだってあるんだから、トイレみたいな個室に入って着替えればいいじゃないですか。その目の前でこうやって着替えるんですよ。何なのと思いましたね、本当に。私日本保守党の外線来る前に往来で着替えます。一応代表、そうだ、ここで言っても何の説得力もないもうね、往来でね、ちょっとシャツ、わしのシャツくれとか言ってその場で着替えちゃうっていう、もうこれ本当にね、高橋さん勘弁してほしいんですけど高橋さんが石破さんのそのほら、モーニング姿に文句つけるときに、まあ俺もそうだから人のこと言えないんだけどって前書き、枕言葉つけてましたけど、うん、百田さん似てますよね、はい、私も本当に人のことは言えないんだけど、まあでも一国の総理じゃないからね、こっちはね、一国の総理になるとちょっとね、清掃は、うん、いや私ね、天皇の前のちょっときちっとしてくれって、そんなそのくらいです、いや私の希望は。やっぱり陛下からね、ですからちょっとそれはちゃんとしてくださいと思いますけどね、うん、
さて、最後どれ行きますか。じゃあ、まあその日本が旅行地として魅力的だとか、北方四島の観光をなんとかとか言ってますけれども、その辺行きますかね。はい、うん、まあ、9番とか10番とか行きましょうか。はい、はい、9番北方四島観光、中国人客に照準、ロシア政府10月から周遊ツアー。北海道新聞によりますと、ロシア政府が北方領土に中国観光客を招く取り組みを本格化させています。政府系の極東北極圏発展公社と民間の旅行会社が連携し、10月から中国発着で択捉島を含むロシア極東を周遊する団体ツアーを始めます。極東の中心都市ウラジオストクなどで増加する中国人観光客を北方四島にも呼び込み、開発や投資に弾みをつけたい考えですが、成否は不透明です。極東周遊ツアーは中国ハルビンや北京と直行便があるサハリン本島を経由して択捉島を観光、その後カムチャツカ、ハバロフスクなどを回り、中ロ国境を結ぶ道路橋がある、アムール州から帰国する約10日間の行程です。サハリン本島と択捉島の滞在が全行程の半分を占め、ツアーを手掛けるサハリンの旅行会社アーミストの奥サナゼネラルマネージャーは、このツアーはサハリンとクリール諸島（北方領土と千島列島）のためだと語っています。奥サナ氏によりますと、初回ツアーは今月21日から11人が参加予定。今回はテストと位置づけ、来年春と秋には計10回以上の実施を見込んでいます。将来は国後島もコースに組み込む計画ですというニュースです。これ、まあ、ロシアは実効支配自分たちがしてるってことを示したいんでしょうけれども、でも同時に私はロシア政府は何考えてたのだと思うのはですね、コロナの前ですから2019年にウラジオストクに夏行きましたけど、はっきり申し上げた中国人だらけ。それから向こうで商売やってて元気なのは中国人だけ。中国人と韓国人ですよ。で、まあロシアの人に言わせればね、もう極東はだんだん中国人と韓国人捉えちゃうんじゃないかっていうような気分なんですよ。別に私はロシア人擁護する気はないけど、それで、うん、そういう状況でね、つまりロシアもこの極東を欲張って俺たちのもんだってずっと言ってるけど、ろくにね、開発もメンテナンスもできないんです。で、うん、さらにそのウラジオストクから択捉島って1200-1300キロ離れてるんですよ。うん、で、ウラジオから択捉島まで、まあ、仮にですけど飛行機で飛んだとしても北海道の上飛ばないとどうしようもないぐらいの、そういうところなんですね。だから一体ね、この中国人を呼び込んで、なんかわかんないけど目先の金を儲けようと思ってるかもしれませんけど、中国人に今でも実はその択捉島なんかの一部の開発にね、中国のマネーが入ってるんですけど、これどん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 その弾みなんかつけちゃったら、ロシアは極東、まあ北方四島も含めるかどうかちょっと微妙なところですけど、あの自分のもんじゃなくなっちゃいますよ、事実上ってことなんです。もっとそうしたいんですかねという、それぐらい困ってんですかっていう話なんですけど、ただロシアは伝統的にいわゆる、まあ、ロシア人以外の国が山ほどありますから、まあまあそうですね、この辺は何と思ってないちゃいますかね。いやどうでしょうね。だってロシア国内にいわゆるロシア人じゃないようなその共和国、自治国みたいなのが山ほどありますから、うん、だからそういう意味ではその、まあ、北方四島はもう、中国人がいっぱい入っててもロシアは何とも思わないかもしれません、うん、その辺は日本人の感覚とね違うと思うんですよ。はい、高橋さん、このロシアのね、まあ、長らく私たちもロシアというと今はもうウクライナで戦争ね仕掛けたっていうことしかないんだけど、うん、この北方四島の問題とか、まあ、日露関係ですよね、これはどうなんでしょう。安倍さんは随分積極的になんか打開策を探ろうとしてましたけど、まあ、ずっとなんかやってるとね、うん、ロシアはあの何年か
に一遍ぐらいとんでもないことになるからね、うんうん、その時に取れちゃうんじゃないのっていう感じだと思いますけどね、うんうん、やっぱりあの北方四島の方のまで手が回らないから、はい、あの現にロシア、あのソ連邦が崩壊した時がね、うん、すごいチャンスだったんですよね。そうですよね。ああいうチャンスがあるんですよ、うん、だからそこそこにお付き合いをしていくと、うん、そこそこにチャンスがあるというぐらいにやってたんじゃないかなと私は思いましたけど、ね、なるほど。安倍さんの読みは、うん、やっぱりちょっとすぐは難しいにしてもね、うん、まあいろんなところで触手っていうかね、あのいろんなの伸ばしておけば、うん、まあソ連邦なんてね、いつ何とかどんなか分かりゃしないですからね。確かに確かに、うん、という感じでやってたんじゃないかなって。今だからちょっとそこができないんで、うん、まあウクライナでちょっとなんか完全にまあ G7 の方にぐっと寄せちゃったんだよね。そうですね。だからまあ私安倍さんぐらいの感じで、うん、まあ、G7 だけど、うん、ちょこっといくらプーチンとなんかちょっとやられてもね、はい、ちょこちょこ会ってるっていうのがあった方が良かったようないつも気してるんですけどね。なるほどね。割とそこは大人の、そうそう、対応的なもの。それでそういうふうにしとけば、うんうん、全く G7 と同じになるって日本であんまりメリットないんですよね、うん、だから G7 の中でちょこっと違う、ただ G7 だよっていう感じので、安倍さんはだからいくらなんとかって言われても、うん、プーチンと会うのだけはやめなかったですよね。そうそう、ここはね本当にそうなんですよね、はい、頭の痛いところで、例えば対ロシア、うん、あるいは対イランですね、これに関してね、うん、安倍さんの対応について、まあいろんな意見がありますよね。要するに G7 とちょっと違う、うん、G7 だけどね、うん、ちょっと違うということについてどうなんだと、日本のやってることは正しいのかっていう話があるんですけど、確かにまあね、絶対正義ってこの世の中にないし、で確かに日本の位置、地理的な位置を考えれば G7 ってやっぱ圧倒的に違うんですよね、うん、ちょっとね、うん、今度でもあれじゃないですか、イランとイスラエルがドンパチやるでしょ、はい、その時にイランとの、うん、パイプがちょっとあるとちょっといろんなことができるんですけどね。多分岸田さんはできないな。安倍さんは無理だと、そこそこにイランとやってたでしょ、うん、それだからちょこっとできるかもしれない、ね、うん、特にでもイランはまあね、日本から離れてるけれど、ロシアの方の話っていうのは、うん、ちょっとやってた方のが、そうじゃないと、うん、2正面作戦3正面作戦って日本は やらなきゃいけなくなって、本当は中国なんですよね、うんうん、でロシアの方は東の方はあんまりいつも関心がないっていうのは知ってるわけでね、うん、そことだからまあ敵対はしない、仲良くも、うん、仲良くもないかもしれないけど、ちょっと違うポジションって微妙なね、ポジションを保ってる方が日本として国益は良かったのかなって思いますけど、ね、なるほどね、うん、これはまあ答えはない、さっき言った、うんうん、そんなうまくできないんだよというふうにはみんな言うけれど、うん、ただねロシアって時々変な話が起こるから、うん、こういう時に北方四島の話ね、うん、共同統治みたいにするとぐらいのことってできそうなんですよね。なるほどね、うん、いや確かに、だからそのロシアのね、ロシア擁護なんて全くできないし、うん、ウクライナでもやっぱりロシアを擁護するってことはないんですけれども、例えばこう歴史的にですね、冷戦時代も含めてロシアとある程度の関係を持ってた国っていうのはどういう利害があるかっていうと、やっぱり中国と対立してる国なんですよね。インドなんかまさにそうで、インドはなんでそのロシアと結構伝統的に友好関係があるかといえば、やっぱり中国を牽制するためにロシアと組まざるを得ないっていう状況があった。ただしインドはやっぱり東西どちらにの陣営にも組みしません、うちは中立ですというふうに言ってて、ただまあロシアとはそれなりの関係と、西側でも東側でもないんだけど、まあ、ロシアとはちょっとそれなりの関係ですみたいなことをやってた、このさじ加減というものは、まあ、ある意味ちょっと参考にはなるなというふうには思いますけどね、うん、ロシアの扱いは非常に難しいですけどね、うん、でもあんまり脅威には有利にはならないんですよね、大体ね。そうなんですね、だからその自由主義権と独裁国っていう、まあ、一応そういう確かに今対立になってますけど、うん、完全にロシアと中国を結託させてしまうと、これはこれでね、日本にとってはもうものすごい敵になってしまいますから、うん、本来だったらば日本にそれだけの仕掛ける力があれば、ロシアと中国の間を分断するっていうのはものすごく大事な線ではあるんですね。だからそこにウクライナの問題がやっぱ絡んできちゃったんで、非常にそこはやりづらくなってるっていうところだと思いますけどね。これは どうですか、役田さん、戦略的に考えたときに。ね、うん、もっと私は怖いのは、うん、ロシアが中国の属国化するんじゃないかな。それが私も嫌です、本当に。はい、うん、
経済的に中国が飲み込んでしまうということが一番怖いんですよね。特に極東、うんうんうん、そうなんですよ。だってロシアどう考えたってウラジオストックですら寂れてますからね、はっきり言って5年前 の見たもんですけれども、その後コロナですからそんなに大きく変わってないと思います。やっぱ人口圧ってすごいんでね、やっぱり、うん、そうですね、はい、いやもともとですね、あの満州のあたりですね、このあたりは本当は昔は漢人が入ってなかったんですよ、満州人はですね、あの自分たちの故地ですね、故郷、うん、この満州には、うん、女真族は、これは女真族の土地で、いわゆる漢字は入れないと、うん、で大新帝国、新帝国があってね、で漢字を全くその奴隷扱いしとったんですけど、その自分たち の故郷には入れない。ところが、まあ、あのロシアがですね、どん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 強くなって、極東の方に危なくなってですね、まあ、あの一回戦争ありましたね、ネルチンス条約で結ばれたんですが、この時ですね、ロシア人がどん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 こう東へ来てですね、これに対抗するために、女真人は少ないですから、これに対抗するために、やむなく漢人をたくさん入植させたんですよ。うん、これが結局的な大きな間違いでね、それでいつの間にかその、満州に漢人がたくさん住むようになって、それでその1900年代の辛亥革命が起こった時に、孫文は、いや、満州も中国のもんである、中華民国のもんであるみたいなことを言い出してね、はい。そこからもう、ややこしになったんですが、まあだから、あの辺りはもう漢人が、要するにまあ中国人がもうどん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 今侵食してる、そういう状況ですよね、あれ以来だからもう100年ぐらい切ってるんですよ、うん、あの高橋さん、これね、やっぱりロシアの経済っていうのは、まあ、そのロシア経済を地域的に見てももうおられないでしょうけれども、あの一応資源持ってるんですけど、やっぱりダメなんですかね、産業がないから。資源持ってるから、うん、一番ロシア経済潰すのは結構簡単でね、資源価格を落とせばすぐ潰れちゃう。あ、そういうことね。そうそう、だから私はだからあの、うん、トランプから出て、うん、あのドリルベイビードリルって言えばね、はいはい、みんなびっくりで、すぐエネルギーが下がるでしょ。なるほどね。だからあの逆にあのなんかね、バイデンみたくね、うん、とかあのハリスみたく環境なんて言ってるとね、うん、エネルギー価格高止まりするんですよ、うん、あれはロシア経済、全然ロシア経済にはすごくプラスでね、うん、だからドリルベビードリルでちょっともうあの、環境関係ねえと言いつつね、うん、エネルギー価格で増産しちゃうとロシアはすぐ潰れちゃうんですけどね。そう思います。あのシェールオイルが出た時にはもうロシア経済が大変ですよ。だから 今ロシアはね、ウクライナ あの戦争特需とエネルギー価格の高止まりで持ってますからね、うん、だからここを2つ潰せばかなりあれですね、ヘトヘトになるんでね。戦争特需があるんですか。ありますよ、あんだけあれば戦争特需ありますよ。なるほど。だから逆にいつあのだトランプになって戦争をやめて、うんうん、さらにドリルベイビードリルやったらロシア経済はびっくりですよ、はい、まあ、すぐアウトになっちゃいます。じゃあ実はトランプは対ロシア強硬派と言っていいわけなんですね。そうそうそう、本当はね、あのだからあの経済がダメになるするのはトランプの政策の方がダメになりますね、はあ、だからそうすると日本はあのそれに乗った方のが多分得策なんですけどね、うん、案外みんな言わないんだけど。分かってない人たちがあのよくトランプは親ロ的だみたいなこと言ってるけど、それは大きな間違いというか、つまり陽動作戦ですよね、うん、全体で見るとロシアは多分トランプが本当にやってくるのが嫌だもんね、はあ、だってそうでしょ、うん、あの戦争特需とエネルギー価格が下がったらロシア経済すごい苦しくなりますよ、あともうちょっと私なんか思い、うん、あのアメリカがですねシェールオイルをガンガン、うん、掘り出せばですね、うん、結局石油の値段も下がるんですよね。それは今おっしゃってる。だから日本にとってものすごいいいことですよ。あの中東の石油も下がるんですよね。そうです、はい、あのみんな下がってね、中東だってね、石油がないと余す価値がなくなるから、うん、そうですね。で日本は一定程度あのアメリカのシェールオイル買えばいいと。そうそう、だからアメリカのシェールをガンガン買いますよって言っちゃう、うんうん、どうせ日本はないからね、うん、どっか買わなきゃいけないんで、それでガンガン買うっていうのが多分国益に一番なって、そうですね、そうするとあの中東もね、エネルギーがあんまり価値がないって言ったとね、